皆さんこんにちは、EDC スタイルの探求、今日もドッグキャンプについてのお話をちょっとしたいと思います。今回のキャンプ中ですね、僕の中で、一番のハイライトだったのは、4日目の、ビリーのディスカバリールームという時間に、ビリーと一緒に、6フィートディーパーというマイケル・ジョクソンの曲を演奏したということです。で、ディスカバリールームっていうのはそれこそこのキャンパーの参加者の人たちがアーティストの人と一緒に演奏するっていうことができる、一番、僕が今回ドッグキャンプに行くにあたって、一番こう楽しみにしていた、なかなか他では体験できない、すごく楽しみにしているところだったんですが、結果的にはですね、ちょっと予想をはるかに超える経験をすることができました。実際にはちょっともうかなり緊張というかテンパってたのと、ちょっと準備不足だったので、ぐちゃぐちゃになってるんですけども、まさかこんなことまでできるとはっていう経験をすることができましたので、ちょっとその様子をお恥ずかしいんですけれども、雰囲気が伝わったらいいなと思います。こちらです。Jam in Hollywood every Wednesday night is great because there's a no pedal rule. You can't play, you just gotta go up and play.
Yeah, it's hard to play that drum part and sing it at the same time. Yeah, it's a really tough one. Because it's kind of, there's upbeats while you're singing downbeats. Yeah. Very nice, Satoshi. Very good, very good. Okay. Jeff, go on. Covered just about everything. Anyone else feels left out? You want to play anything? I don't know that much. I was talking to you last night, you know. What's that? Right. Hey, Billy, you can draw it. Oh, I should have done that video. he suggested it. はい、見てお分かりの通りですね、僕はこの曲実は最後まで、覚えてなかったです。なので、ビリーは途中からですね、自分のそのベース、僕のベースですね、僕が渡したベースのフレットを示して、次ここだよっていうふうに教えてくれてます。もう本当に優しいというか、機転が利くといいますか、僕の方ではその、途中までしか知らないんですっていうことを明確に伝えたわけではなかったんですけれども、ビリーはついてきてないと思ってで、すぐにそういう規定を聞かせてくれたんだろうなと思っています。そのおかげで、ちょっとぐちゃぐちゃですけども、最後まで、弾くことができたので、もう本当に感激しました。で、もうちょっと緊張してたので、もうあまりもう覚えてないんですけども、その最中のことをもう必死にビリーを追っかけてたように思います。で、ちょっと今言い訳をさせていただきますと、このディスカバリールームという前回の第1回のドッグキャンプでもあったんですけれども、その時の動画を予習していたんですが、その時には、ちょっと違う場所で、ビリーもキャンパーさんも椅子に座って、向かい合ったような状態で、アドバイスをもらったりセッションしたりっていうような、結構比較的こう、なんていうかこう、こじんまりとしたというか、第一みたいな時間だに見えたんですけれども、今回はですね、いきなりそのステージで、しかもバンド形式だ、メンバーをそのキャンパーさんなんかからも募って、これできるやついるって言ってステージに上がって、その場でジャムセッションする、曲をやるっていうような体制がでなっていたんですね。正直そういう準備をあんまりしてなかったので本当に焦りました。で、僕が思ってたのはですね、その6フィートディーパーのリフを、モチーフにして、そこを繰り返しながら、そのイメージなんかこうフリーセッションみたいなのができたらいいなという気持ちがあったので、6フィートディーパーしたいですって言ったんですけど、その代わりちょっとイントロとエメロバースのところぐらいをちょっと繰り返すみたいなできませんかねって言ったんですけども、ごちゃごちゃ言ってたらですね、分かった分かった、とりあえずやってみせろみたいな感じになったので、始まってしまったんですね。で、ドラムの彼もものすごく上手くて、しかも叩きながら歌うっていうのもできてです、そういう意味では彼がかなり自分としてはもうその先知らないんだけどっていうのなんて言えませんし、本当になんで練習しとかなかったんだろうか、もうすごく後悔というか、真っ白ちょくなっちゃってましたね。全体、完コピじゃなくてもいいので全体を弾けるようにしておくっていうのが本当に大事だなと思いました。ビリーのベースを弾かせてもらった感想をちょっと喋りたいんですが、話すとまた長くなっていくので、ちょっと次のビデオにしたいと思います。もし気に入っていただけたら、いいねボタンとかチャンネル登録とかお願いします。それではまた。